こんにちは、気象予報士の安西梨沙です。もうすぐゴールデンウィークということもあり、いよいよ山シーズンが始まりますよね。残雪期は過ぎているとはいえ、春の山は注意すべき点がいくつかあります。服装も夏山シーズンよりは少し注意が必要です。そこで今回は春登山の服装のポイント、春登山での天気での注意ポイントを解説していきたいと思います。まず春登山の服装について解説していきますね。登山の服装選びのポイントについては以前こちらの動画で解説しました。登山の服装選びでは動きやすいこと、乾きやすいこと、脱ぎ着しやすいことの3つが大切でしたよね。春は麓では暖かく感じられていても、山頂ではぐっと気温が低くなります。特に標高が高い山ではまだ雪が残っているようなところもあります。天気が変われば一気に冬に逆戻りするような状況にもなりますので、気分は春でも万全の対策が必要です。アウターレイヤーとしては保温や雨対策もできる防水ジャケットを選ぶようにしましょう。また思った以上に気温が低い場合もありますので、コンパクトに折りたためるダウンジャケットも準備しておくと安心です。春の登山道では雪解けや朝の霜の影響でぬかるんでいることが多いです。ボトムスには濡れや汚れを考えて、撥水性と耐久性に優れたロングパンツを選ぶようにしましょう。登山道に雪が残っている場合はゲーターを使ってもいいですね。もちろん山では春から紫外線も強いので、帽子やサングラスで紫外線対策をしてくださいね。春の登山での必要な持ち物はこちらの動画で、春の登山での紫外線対策についてはこちらの動画で紹介していますので、ぜひ合わせてご確認くださいね。春は暖かくなって登山がしやすい時期になりますが、天気の面では注意するべきポイントがいくつかあります。麓はポカポカ陽気でも、標高が高くなると冬のような寒さになっているようなことは稀ではありません。天気が悪化すると気温の低下はもちろん、場合によっては雪になることもあります。また低気圧や前線が通過しやすい時期でもありますので、天気予報はしっかり確認しておきましょう。登山時の天気の注意ポイントをまとめました。まずは低体温症です。気温の低さだけでなく、雨や汗などによる体の濡れ、風に当たることでも引き起こされてしまいます。たとえ気温が高くても体が濡れれば低体温症に陥る可能性は十分にあります。体温が下がることによってさまざまな障害が起こり、意識障害や場合によっては死に至ることもありますので、十分に注意してください。続いて濃霧による道迷いです。山岳遭難の一番の要因は道迷いと言われています。春は霧が発生しやすい時期ですが、霧が発生すると場合によっては数メートル先さえ見えなくなってしまうこともあります。 GPS を使っていても要注意です。そして落雷です。山の天気は変わりやすく、雲が湧いてきたと思ったら突然ゴロゴロと聞こえることもあります。登山時は天気の急変に注意するようにして、万が一雷に遭遇したら稜線や木の下から離れて、なるべく山小屋へ避難するようにしましょう。最後に春の登山ならではの注意点を解説します。それは雪崩です。冬の間は古い積雪面の上に積もった新雪が崩れる表層雪崩が多く発生しますが、気温が上がる春先には山に積もった雪と地面の間に雪解け水や雨水が流れることで引き起こされる前層雪崩が多く発生します。雪崩には前兆となる現象があります。これから説明する4つの現象が現れた時に雪崩の危険がありますので、覚えておくようにしましょう。まずは雪庇です。山の尾根からの雪の張り出しのことを言います。張り出した部分が雪の塊となって斜面に落ちることによって雪崩につながる危険があります。次にスノーボール、斜面をコロコロ落ちてくるボールのような雪の塊です。雪庇などの一部が落ちてきたもので雪崩につながる危険があります。たくさんあるときは特に注意が必要です。そしてクラック、斜面に引っ掻き傷がついたような雪の裂け目です。
積もっていた雪が緩み、少しずつ動き出そうとしている状態で、その動きが大きくなると前走雪崩が起こる危険があります。最後に雪しわです。ふやけた指先のようなしわ状の雪の模様のことです。積もっていた雪が緩み、少しずつ動き出そうとしている状態です。積雪が少なくても起こり、前走雪崩が起こる危険があります。その他、雪崩予防柵から雪がはみ出していたり、斜面に元の地形がわからないほど平らに雪が積もっていたりする場合にも雪崩の危険があります。こうした現象が見られた時は大変危険ですので、絶対に近づかないようにしてください。雪崩についてはこちらの動画でも詳しく解説していますので、ぜひご確認くださいね。天気 JP 登山天気アプリでは、百名山を含む400の山について、登山口や山頂など登山ルート上における天気や登山指数、登山服装指数、落雷指数などの情報を提供しています。プレミアムプランでは、登山ルート沿いの地点ごとに1時間ごとの細かい予報も確認することができますので、気温も一緒にチェックして服装も調整してくださいね。これから本格的に始まる登山シーズン、天気 JP 登山天気アプリを使って快適で安全な登山をお楽しみくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。